日本の鉄道は韓国以下だぞ。どういうことだ？新幹線はフランスや韓国とは全然違う。皆さんはあるものが優れているか判断するとき、どのような方法があると思いますか？他のものと比べることで優劣を判断するのは一つの方法ですよね。そして客観的な視点から判断することで、より公平な評価ができると言えます。今回の話では、何かにつけて日本と比べることが好きな国の外国人が登場します。新幹線と比べて自国の高速鉄道は優れていると主張しますが、他の外国人の客観的な視点からはどう判断されるのでしょうか。どうやらあまりの違いに愕然としてしまうことになるようですが、どれほどの違いがあると思いますか？早速確かめてみましょう。僕はフランス人のエミル。韓国にある企業で働いているんだよ。韓国は国を挙げて英語力強化に取り組んでいるし、大手企業もグローバル化している。外国人が仕事しやすい政策を積極的に進めているんだ。そして韓国は義理と人情に熱い国民性だ。僕の父に韓国人の友人がいて、その人が積極的に僕の世話を焼いてくれた。親の影響を受けて何度か韓国を訪れたことがあるし、韓国語を勉強した経験もある。そんな縁があって僕は韓国で働くことになったんだ。そこで僕が最高に衝撃を受けたのは高速鉄道だった。僕の母国フランスは世界最高レベルの高速鉄道の技術を持っている。自国の高速鉄道を知っている僕からすれば、他の国の高速鉄道なんて大したことはないと思っていた。しかし韓国、そして日本の高速鉄道に乗った結果、あまりの違いに愕然としたんだ。そんな僕の経験を話していこうと思うよ。僕が高速鉄道に乗るきっかけになったのは韓国人の友人の影響だった。韓国人の別の特徴として、何事も早ければ早いほどいいという考え方を持っている人が多い。仲のいい友人シユンも一緒にいるとしょっちゅう早く早くと言ってくる。そんな彼のおすすめは韓国の高速鉄道だった。韓国の高速鉄道は時速 600km で走ることが想定されているんだ。すごく速いだろ。シユンは目を輝かせて熱く語っていた。それはすごい。フランスの高速鉄道の TGV の最高速度は時速 574.8km だって言うから、それ以上ってことか。本当なの？僕が驚いてシーンを見ると、彼はちょっと気まずそうに目をそらす。いや、ヘムっていう高速鉄道が予定通り走っていたらそのくらいになっていたはずなんだ。実際は時速 430km を目指して 300km くらいしか出なかったし、今のところ実用化されていない。今は時速 305km の KTX が一番速いんだ。なるほど、やっぱりフランスの高速鉄道と比べたら分が悪いよね。でもすごく素晴らしい乗り物なんだよ。時間と金額のコスパがいいし、日本なんて同じくらいの距離を走るのにも大幅に料金がかかるんだ。同じくらいの時間で到着できるから性能も同じくらいなはずなのに、韓国より劣ってるよね。ここでどうして突然日本の高速鉄道が出てくるんだろうと僕は不思議に思った。韓国人は何かと日本のことを引き出してきて見下したりバカにしたりする傾向がある。しかし僕は韓国の高速鉄道にも日本の高速鉄道にも乗ったことがない。どちらがいいかと言われても判断がつかない。でも聞いている限りだと韓国の方が良さそうな気がするな。同じくらいの性能なら誰だって安い方がいいと思うだろう。まあどちらもフランスの高速鉄道にはかなわないだろうけどね。僕はそんな風に考えていた。しかし実際に韓国の高速鉄道と日本の高速鉄道の両方に乗る機会が僕に訪れたんだ。シユンに KTX に乗って旅行に行こうと誘われたんだ。なんとなくだけど
シウンは僕に KTX を自慢したいんじゃないかなって思ったよ。すごい乗り物だっていうのは分かっているけど、シウンが開発に関わったとかではないはずなのに、自慢するのって変じゃないかな。よくわからないけど、外国人っていうやつなのかな。でも高速鉄道で旅行をするっていうアイディアは面白そうだなって思ったよ。せっかく外国に来ているんだから、いろいろなものを見てみたいしね。釜山のビーチや山脈は有名だし、寺院を観光したりするのも楽しそうだ。僕はシウンの提案に賛成して、ソウルから釜山へ旅行することになった。僕らはソウル駅で待ち合わせ、 KTX に乗ることにした。ソウル駅はフードコートやお土産屋さんなどが併設されているだけじゃなくて、アウトレットや大型マートなどのショッピングスポットが直結している活気のある場所だ。こういうところってなんだかワクワクしてくるよね。待ち合わせ場所に行くとシウンが現れて、おはようミアル、早速 KTX のホームに行こうよ、早く早くとせかしてくる。発車までまだ時間があるよ、そんなに急がなくてもいいんじゃない。15分前には乗り場に行くのは常識だよ、早く行こう。シウンは本当にせっかちだよね。僕らは早歩きでホームに向かった。 KTX はすでにホームに着いていて、僕らは予約していた席の番号を確かめながら乗り込んだ。外観からして少し小さめの車体だなって思っていたけれど、席の方もやっぱりそんなに広々というわけにはいかないようだった。まあそんなことで贅沢は言ってられないな。急いで乗り込んだだけあって、まだ発車まで時間があるみたいだ。僕はせっかくだから KTX について調べてみようと思った。車内でもなかなか優秀な Wi-Fi が使えるみたいだしね。僕は荷物を置いて席に座るとスマホを取り出した。そして KTX を検索してみると、その候補に事故というワードが真っ先に出てくることに気づいた。最近事故があって騒いでいるのかなと思ったら、そんなレベルではなく、脱線や衝突、トンネル内構造物の落下衝突などトラブルが頻発しているらしい。マジか。フランスの高速鉄道よりスピードはだいぶ落ちているって聞いたけど、それでも高速で走る鉄道が事故を起こすなんてゾッとするな。まだ出発していないし、降りてしまおうかなんて思って時間を見たら、発車時間を数分過ぎているようだった。あれ、まだ発車してないの？うん、乗車に時間がかかっているみたいで遅延しているんだ。もうすぐ発車するよ。せっかちなシウンはちょっとイライラしているようだった。それからしばらくしてようやく KTX は発車した。乗り心地はまああんまり良くなかったな。横揺れがかなり激しくて、加速するほどにつれてそれは悪化していった。こんなに揺れながらスピードを出したら脱線するんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたし、トンネルに入るたびに大きな音がして不快に感じるくらいだった。正直、早く移動できて安い切符代っていうポイント以外はあまりいいところは発見できなかったな。もっといい乗り物があったらそっちを利用したいなっていうのが僕の感想だ。そんな体験をしてからしばらくして、僕は日本に出張することになったんだ。いつもはメールだけでやり取りをしている相手先とどうしても直接会わなくてはいけない要件ができたんだ。東京と大阪に行く必要があるから新幹線を利用することになったんだけど、なんとなく憂鬱になったよ。聞いている限りだと新幹線は KTX 以下の乗り物だからね。仕事で行くから高いって言われている切符代は会社が出してくれるのが救いかな。でもまたあんな乗り物に乗るのは気が進まないなって思っていたよ。僕は日本で仕事をして新幹線に乗るために東京駅に向かった。東京駅にもたくさんのお店が並んでいて、それらを眺めていると憂鬱だった気分がなんとなく良くなってきた。ホームに到着し新幹線を見てみると、なんだか既視感を感じた。なんだか KTX と似たようなデザインだな。シウンが日本はすぐ韓国のものをパクるって言っていたけど、こういうことなんだろうか。
でも似てるってことはやっぱり同じようなものなんだろうな。僕はそう思いながら車内に乗り込んだ。でも車内の様子は思っていた雰囲気とは違ったんだ。外観から予想していたよりもずっと広々としたスペースだった。とにかく座席の座り心地が KTX とは全然違う。僕は一瞬でゆったりとした気分になるのを感じていた。そのままうっかり眠ってしまいそうになるのをこらえて、僕は新幹線について調べてみることにした。すると驚愕の事実を目にすることになったんだ。一番衝撃的だったのは、新幹線は開業以来一度も事故を起こしていないということ。事故が頻発している KTX とは真逆じゃないか。開業は1964年。そういえば KTX の開業は2004年だって言っていたな。順番を考えたらパクっているのは韓国だと思うのが普通だよね。それから時間通りに新幹線は発車した。新幹線は過密なダイヤにもかかわらず、通常の運行における遅延は限りなくゼロに近いらしい。これは世界的なレベルで見てもダントツで優れていると言われている。遊覧船にでも乗っているかのようなスムーズな発車だったし、加速してからも不思議に思うくらい全然揺れないし、音も静かだ。一体何なんだ日本の鉄道は。僕はあまりの違いに愕然としてしまうことになった。乗車した時間は韓国で乗った高速鉄道と同じくらいだったけど、降りた時の感覚は全く違ったよ。あまりにも快適でもっと乗っていたくなるような感じだ。なんだか仕事で乗ったのがもったいないなって思うくらいだ。のんびりと観光しながら乗れたら最高なんだろうな。新幹線は KTX と同じようなものだろうって思っていたけど、ここまで違うとは思ってもみなかった。世界有数の技術を持っているフランスの高速鉄道ですら快適さでは全くかなわない。それぞれの高速鉄道を身をもって体験した僕は、新幹線の凄さを主張していきたいなって思うよ。日本の鉄道が事故をあまり起こさないのは、速度より安全性を優先してくれるおかげだし、安全性を優先しても世界トップクラスに速いんだよ。韓国高速鉄道の線路許容速度は時速 300km 以下であるにもかかわらず、 KTX は時速 305km で走っているらしい。日本に勝つために安全性を無視しているとしたら、乗りたくないなって思ってしまうよね。私はスピードよりも安全性を重視して運行してくれる鉄道の方が好きだな。新幹線に乗った時は駅弁を食べたりしながらのんびりした旅行ができて最高だった。一度乗ったらファンになってしまったのよね。フランスは最高速度を出すために直線が続く路線を選び、モーターや車両も特別製、電圧線も上げ、架線も最大まで張るなど、線路整備側それぞれに特別な対応をしたんだ。そうして速度記録に挑んだ結果、時速 490km で車体はフラフラし始めて、時速 540km では立っていられないほど揺れたって聞いている。この速度を日常的に出すと安全性や整備コストが担保できなくなるから、現在も営業速度は最大時速 320km だ。中国もこういう傾向だけど、意味のない競争や意地の張り合いはやめた方がいいと思うよね。日本では電車が1分遅れるだけで遅延とみなされるけど、韓国では20分で遅延とされているんだよ。韓国人はよく、日本の電車は遅延ばかりだから韓国の方が優れているなんて言うけど、違う基準で比べても勝っているなんて言えないよね。新幹線が好きという外国人の声をよく聞きますよね。新幹線は外国でも新幹線と呼ばれるほど、日本ならではの電車として親しまれているんです。外国人は新幹線のどのようなところが好きなのでしょうか。その理由は、グランクラスのように豪華な車両がある、短時間でハイレベルの清掃が行われる、振動が全くなく乗り心地が素晴らしい、
車内販売などのサービスの質が飛行機のようなレベル、飲食をすることができるなどが挙げられています。海外ではアルコールが禁止されている鉄道が多いため、お酒が飲めることに驚く人も多いそうです。快適な乗り心地の車内で日本の美しい風景を見ながら美味しいお酒やお弁当を味わうのは格別ですよね。ぜひこれからも多くの外国の人たちにも体験していただきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。